皆さん、こんにちは。オンコロプレミア特別セミナー企画、がん治療におけるコミュニケーションを考える、遺伝子検査における疑問解決をご視聴いただきまして、誠にありがとうございますえ。私は本日のセミナーの司会進行を務めます、がん情報サイトオンコロの浜崎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日はナビゲーターである薬物療法専門医の瀬戸隆先生に質問に回答いただく形で進めていきます。 瀬戸先生どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。動画でわかる肺癌治療最前線、ナビゲートドクター薬物療法専門医の瀬戸隆です。今日はよろしくお願いします。瀬戸先生どうぞよろしくお願いいたします。では、はじめにですね、このセミナーについての趣旨説明をさせていただきたいと思います。このセミナーでは、近年急速に開発が進んでいる癌の遺伝子変異に対応した治療、 いわゆる分子標的薬等のことですけれども、そういったお薬にアクセスする上で重要な癌の遺伝子検査をテーマにしております。今回、最もこの治療の開発が進んでおります肺癌の領域を例としまして、患者視点で見たときにどのように医師とコミュニケーションを取ればいいのかを解説していきます。肺癌以外の方にとっても自身の遺伝子変異の状況を知ることは治療選択をする上でとても重要になってきております。 ぜひ一緒に学んでいきましょう。それでは瀬戸先生、早速ですが、えー、質問に移らさせていただきたいと思います。一つ目の質問です。皮小細胞肺がんと診断されて手術ができないため、これから薬物治療を行う予定ですということで、主治医からは遺伝子検査を実施した結果、すべて陰性であったとの説明がありました。なぜこのような検査を受けたのかがよくわかりません。 えー、検査を受けた意味はなかったということでしょうか、えー、最初の質問ですが、こういった質問、実は結構疑問に持たれている方が多いようなんですが、先生、回答解説の方、をよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。まずですね、肺がんで手術ができないから薬物療法をしようとした場合、どのお薬、どういう組み合わせで治療するかということを判断することが大事になります。 で一つのポイントとして PDL1 というものの発言ともう一つは分子標的治療薬の適用になるかどうかという遺伝子検査というものが大事になってきます。肺がん学会が出してます肺がん診療ガイドラインではまず遺伝子検査及び PDL1 検査をやった上で分子標的治療薬を先に行うか 分子用的治療薬を中心に治療を行うか、免疫チェックポイント阻害剤を中心的に行うかということを分けて治療方針を立てることになります。ですから、遺伝子検査をしたが全て陰性だったという場合に、遺伝子検査が何をやられたかということが大事になります。ですから、全ての遺伝子は何が入っているのかということを先生に聞くことが大事だと思います。 例えば、古い時代は EGFR-ALC、ロス s 1この3つぐらいしか治療法がなかった時代があります。ところが、頻度は少ないとはいえ、b ラフ遺伝子やメット遺伝子、レッド遺伝子、ケーラス遺伝子、そしてハーツ遺伝子などが肺がんでは治療ができるというところがありますので、どこまで検査して全て陰性だったのかということは把握した方がいいと思います。 すべての患者さんで、すべての遺伝子が調べられるという状況じゃないということもあります。というのは、組織検査をした結果、一番頻度が多い EGFR だけを調べてい場合というものもあります。EGFR と歩くは、おそらくは調べられていると思うんですが、どのような検査がされたのかということはチェックする必要があります。で、この人の場合は、す、え、べ、ー、てというものが、今お話しました、 治療の対象となる遺伝子がすべて調べられた陰性だった可能性があります。そしておそらくは PDL1 の情報が書かれてませんが、PDL1 も調べられたんじゃないかなと思います。この検査がすべて陰性だったから意味がなかったのかということになると、これは別問題です。現在、分子標的治療薬を優先すべきではないという判断ができたということになります。というのは、分子異常がないのに、 分子標的治療薬を使っても効果が出る可能性は極めて低く、その分治療開始のタイミングを逃してしまうことになります。要するに遅れてしまうわけですね。でそういうことがないように遺伝子検査をしてすべて陰性であっても正しい治療に結びつくっていう意味では検査を受けた意味がないということにはなりません。この場合すべての遺伝子変異がなかったわけですから PDL1 というものの 発現状況によって、免疫チェックポイント阻害剤を中心に治療を組み立てるのか、今まで行ってきた従来の細胞障害性抗がん剤に免疫チェックポイント阻害剤を足していくのか、もしくは免疫チェックポイント阻害剤を2種類使うことによって複合免疫チェックポイント阻害剤両方をやるのかというようなことを判断していくということになります。検査が何が行われて、 どこまで調べられてるかということを先生に聞いてみるのは先生がこういうふうに全て陰性でしたという説明があったタイミングで遺伝子変異ってどういうものが対象で調べられたんですかなんということをお聞きになっていいんじゃないかなと思います。 調べ方によっては、一つ一つの遺伝子を調べていくっていう方法ですね。先ほど言いました。EGFR を調べて、ARC を調べて、ロスワンを調べてというような、一つ一つという調べていくっていう従来の方法と、一度に複数の遺伝子を調べる、マルチ遺伝子検査というものがあります。で、マルチ遺伝子検査の中には、大きく二つに分けて、 次世代シーケンサー、NGS と訳するんですけど、次世代シーケンサーで調べられる場合と、PCR 法というもので、マルチ PCR 法ということで遺伝子変異を調べられるという方法があります。できれば、どの機械で、どの診断薬で治療、あの、診断をされたのかというところまでお聞きなさってもいいんじゃないかなと思います。ペト先生、どうもありがとうございます。えー、まず今回のセミナーのポイントである、 え、先生にどういう話をすればいいのか、どうコミュニケーションを取ればいいのかっていうところで言ったときに、キーワードとしては全て陰性であったっていう、この全て陰性っていうのが一体どこまでのことを言ってるのかっていうのが一つポイントかなと思うので、先生、ここは、もう、この陰性っていうのは患者さんとしてはどういった遺伝子が陰性だったのか、この全てに含まれるものって何でしょうかっていうのは聞き方をしてもいいか、いいというようなことですかね、先生、そうすると。そうですね。 すべてって何個の遺伝子ですかみたいな話で切り込んでいってもいいと思いますし、どういう検査ですべて陰性でしたかというようなことをお聞きになってもいいんじゃないかなと思います。でこれは先生が今説明している時ですので、できれば説明するタイミングでお聞きされるのがいいんじゃないかなと思います。 ありがとうございます。説明があったタイミングでね、言えるのがまず一番ベストということで、うん、ただ先生、ちょっとそれをタイミングを逃してしまっているっていう視聴者もいらっしゃるのかなと思いますが、そういった方もこういった聞き方は可能なんですかね。 はい、可能です。先生にちょっとはっきりしてないところがあるんですけど、というような切り出し方をすれば、全てっていうのはどのくらい全てなのかっていうことを聞きたいんですけど、今度教えていただけますかみたいなことで切り込んでいっていいんじゃないかなと思います。なるほど。すごく参考になる聞き方かなと思います。追加の質問なんですけれども、こういったあの遺伝子検査結構最初の方にやられるような ものかなというふうな理解をしているんですけれども、えー、なかなかそういった状況で検査してくださいということを患者さんからはなかなか知識がね、なかなか詳しくない状況だと言えないと思うんですが、検査してくださいって言わなくてもしてくれるものなんでしょうかっていう質問があるんですが。肺、はい、がんに従事されてる先生だったら、多くの場合はもうマルチ検査をすると思いますし、 まあ、うち検査って組織がたくさん必要ですから、もう一度、組織をしっかり取らせてくださいみたいな話がされるんじゃないかなと思いますそしたらあの、視聴者の中には、あれ、私言ってないけど大丈夫かしらっていう方は、まあ、一般的にはもうさ言わなくてもされてるということになるんですかね。そうですただですね、お一人で聞くとですね不安がまた募ってしまう可能性があるので、できれば、気を許している人、ご家族とか。 友達とかに一緒に来てもらっておなし、お話を聞いてもらって、で、先生がこんな話してたよね、って、その後にフィードバックできるような関係性の方と行かれるのがいいんじゃないかなと思います。ありがとうございました。 もう一点だけですね、追加の質問がありまして、この検査ですね、遺伝子検査っていうものは、治療選択をする上で重要な検査であるということですし、仮に陰性であっても、まあ、それ自体に意味がなかったというわけではないということは分かったんですが、この検査は保険で受けられるものなのかどうかというのがよく分からないという意見もいただくんですが、これはもう保険で受けられるようなものになるんでしょうか、はい。はい。保険以外のことをやる場合にはですね、患者さんの許可を取らずにやることはありません。 で、おそらくはこれも検査の中に、あの、ガがある,あるっていうことが分かったら、そのがん、細胞を使って検査をしますよ、遺伝子検査までしますよっていうことは同意書に書いてあるかなと思いますので、最初の,あの検査の時の同意書とか、ドクターの説明っていうのを聞いてもらえばいいと思います。で、この検査はですね、すべて陰性だったらお金が返ってくるっていうシステムではありませんで、大事な大事な治療方針を決めるうみで、 すべて陰性だったということに対してもお金がかかってしまいますので、そこは理解していただきたいと思いますし、お金が発生するような検査ですので、おそらくは先生が検査をする前にどっかのタイミングで同意を取っておられる、説明が合ってるはずですので、思い出す、ね、思い出せない場合はもう一度聞くなんてことをなさって構いません。まあ一つ付け加えるとしたら、もう検査代払われているわけですね。3割負担とかいろいろあると思いますが、 要するに、検査をしっかり受けて、検査のしっかり説明を受けての点数はもう病院に払って、まあ、病院に入るわけじゃないんですけど、えー、とその代も含めて払われてるということを考えていただいて、結果は理解して初めて結果ですので、理解するまで先生に聞いていくということは、お金を払った側の権利としてあるというような感じで言っていいと思います。 ただし先生もね、お忙しいので、タイミングっていうのは大事にしていただきたいなと思います。瀬戸先生、ありがとうございます。この質問は、えー、以上にしようかなと思っていますが、瀬戸先生、えーと、他に何かプラスでお伝えできるようなことはありますかとりあえずお伝えしたいことは伝えたつもりです。あとご質問がある場合は、オンコロを通して、私の方に、えー、の回していただいて、お答えしていきたいなと思います。ありがとうございます。心強いお言葉だと思います。 それでは2問目の質問に移らさせていただきます。えー、EGFR 遺伝子陽性でタグリストによる治療を行っています。これも肺がんのことですね。えー、しかし、承認されている分子標的薬の遺伝子変異について何を検査していて何をしていないのかがわかりません。 実施されていない検査もあるのではないか、私にも新しい分子標的薬が使用できるのではないかという疑問があります。えこちら、先ほどの1問目でも先生少し詳しくですね、お話しいただいてた通り、あの、たくさんのですね、遺伝子変異や PDL1 といったそういった調べる項目があるということでしたが、え先生、こちらのご質問についてはいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。 まず EGFR 遺伝子変異があったと、陽性であるということは、何らかの遺伝子検査、少なくとも EGFR の遺伝子検査が行えた上で、遺伝子変異が陽性だということで、分子標的治療薬のタグリッソ、オシメルチニブという薬で治療が行われているという状況です。じゃあ、この状況で、他の分子標的治療薬の考える必要があるのかということになると、現時点ではないのが現状です。 ただし、この EGFR 遺伝子検査を行ったときに、他の遺伝子を調べる必要があるのかどうかということについてお答えさせていただきたいと思います。EGFR 変異に他の遺伝子変異が同時に起こるということは、極めて稀だというふうに考えられています。そして、稀な遺伝子変異があったとしても、治療方針は EGFR 遺伝子変異を抑える治療をまず行った上で治療効果を続く間はこの治療を続けるということになります。ですから現時点でタグリッソ、オシメルチニブで治療されている状況においては新たな検査を追加する意味はないかもしれません。ただしその次の治療をどうしようかというようなことを考える場合においてはもしも PDL1 というものが 発言してるか発言してないかということが分かってない状態であれば、その検査を足した方がいいと思います。また近い将来は EGFR 治療薬で治療されている方が薬が効かなくなった場合に、次の治療を選択していくという意味では、新たな遺伝子変異に合わせた治療法というものが選べるようになるかもしれませんので、その時に検査が必要になるかもしれません。例えばですね、現在は タグリッソというお薬で治療されていますが、これがケフェチニブ、イレッサですね。もしくはエルロチニブ、タルセバ、アファチニブ、ジオトリフ、そしてタコミチニブ、ビジンプロというもので治療されている場合は、このお薬が効かなくなった場合に、約40%ぐらいの方にタグリッソが効く可能性がある2回目の遺伝子変異が起こっている場合があります。その場合には、もう一度再生検と。 組織を取るということをして、こういうお薬が使えないかということが検討されます。ただし、タグリッソの薬が効かなくなったときに、現在、保険でカバーできている検査や、保険でカバーできている治療薬というのはないのが現状で、もうしばらくこういうお薬が世の中に出てくるまでは待たなきゃいけないという状況です。江藤先生、ありがとうございます。そうしますと、検査というところで言うと、 次の選択肢としての検査という意味合いが出てくるということになりますかね、先生そうですね、次の治療法を正しく選んでいくっていう意味では、再生検が必要な場合があります。また、標準的治療法が終わった場合に、何らかの治験とか、新しい治療ですね、新しい治療法とかに入れないかどうかということを検討する意味では、包括的ながん遺伝子検査というものを受けるの可能性はあります。 ありがとうございます。あの、いくつかキーワードが出てきて、知見ですとか、包括的な、えー、検査ということがありましたが、この後でまたちょっと触れたいと思いますが、先生、あの、その、少し前ですかね、再生検というキーワードが先生出てきまして、これはあ、あの、もう一度遺伝子検査を行う上で必要なものだと思うんですが、一つ質問がですね、こういった再生検とか、いわゆるその検査のタイミングっていうのが、どういうタイミングがいいのか、患者さんから申し出た方がいいのか、 とか、いろいろちょっとその、もう一回検査するにあたってのタイミングに関する質問がですね、結構あるんですが、先生、このあたりいかがでしょうか。はい。薬が効く前に、組織を取っても、体勢がわからない可能性があります。また、組織が取れない状態で悪くなっている場合には、再生検ができない場合があります。現在行っている治療が効かなくなってきたぞというあたりから、先生とのコミュニケーションが始まると思っていて、今 再生権をやるる意義ががあるのかととということが大事なのと実際に再生検ができるのかという観点で先生とのディスカッションがスタートするんじゃないかなと思います。でこの方のように現在分子標的治療薬で治療してて効果が出てる時の再生検というのは意味がない場合が多いので薬の効果が落ちてきたぞという時に検査をするかどうかということを考える必要が出てくるんじゃないかなと思います。 大事なキーワードが出てきたと思いまして、先生、あの遺伝子の変異が変わるというようなところがあるということですね、先生。はい。あの分子標的治療薬の中には、薬を使っているうちに、そのお薬に効かなくなる2回目の変異、遺伝子変異が起こってしまってというものがあります。で、それに合わせた治療ができる岩種、遺伝子変異もあります。ですから、そのタイミングで調べるということになっています。これはなかなかか納得感が あるなと思いました治療をする前にやってもまた変わってしまうことがあるので、なのでその検査のタイミングっていうのは、その治療後という方がより現実に近いその分子標的薬が現状の次の一手を見やすいということになるということですね。で、こういうです、ね、分子標的治療薬をやってる間とか悪くなった時にですね、この治療をする前の組織が残ってるから、これで検査しましょうということをやっても、 次の治療法につなげることができません。できないことの方が多いです。ですから、そこで次の治療法を正しく選ぶためにやられるものが再生権と思っていただけたらいいなと思います。ですから、再生権が意味を持つ、再生権が可能であるということが大事な条件になります。 なるほどですね。これも意外と見落とされている部分かもしれませんが、遺伝子検査の重要性はわかっている方は結構いらっしゃるのかなと思いますが、その調べるための検体も実はとても重要なんだという、調べるものの重要性があるということですね。はい。そうなると、あの、先生に、あの、患者さんとしてまた一つ今日、今回のテーマである、えっと、どういうコミュニケーション、どういう聞き方をすればいいのかっていう話になってくると、患者さんとしてはその適切なタイミングを逃さないためには、 どのよううなコミュニケーションを心がけるといいんでしょうか、えっと。一番適切なタイミングは薬を変えなきゃいけないかもしれないということが示唆された場合、または提示された場合というのがいいタイミングかと思います。というのは、ですね、治療がうまくいっててという時に、その話をしても、ですね、我々はですね、また話さなきゃいけないタイミングが来るだろう、もしくは話さないでずっとこのお薬で行ってくれるのが一番お互いに幸せなので。 悪くなった時の話をどこのでもタイミングでやりたいというふうには考えてないことが多いです。なんでこんなに聞いてるのにその話をしたがるんだろうという疑問を持ってしまいます。その場合には自分の性格を話すべきだと思います。患者さんの。私は何でも先から先に次どうなるのかということが分かってないと不安になるのでこういう質問を重ねてしまうんです。みたいなことでですね、自分の性格みたいなところから入って もしも悪いことが起こったときにどういうことをしなきゃいけないのかというのは先に知っておきたいなというふうに思うタイプなんですみたいなことを前置きしてですね、だから先生忙しいと思うけど、ちょっと付き合ってくださいみたいな感じで入っていく方がいいと思います。で、それなしに言われると、ドクターは人によってはですね、今やってる治療が不安なのかと、こんなに効いてるのにどうしてだということになって、ギャップが埋められない可能性がありますので、 なぜ聞きたいかということを先生にお話ししていいと思います。で先ほども言ったように、先生の中にはなんでうまくいってるのに自分の一緒に考えた治療方針なのに不満なのかと思ってしまうというお話をしてたんですけど、それはなんでそう思うかとも言うと、タイミングじゃないからですね、そういう次の治療法を考えるタイミングではないのでというふうに、ドクターが思ってるということも理解していただければいいと思います。じゃあベストタイミングはどういうことかということですが、 自分の性格を話した上で、先の不安というか、先どうなるかを知っておきたいということをお話しして、ああ、いいですよ、ではっていうタイミングの時はいい。それで先生が、じゃあ今度にしようという時に引き下がらないようにするということは大事かなと思います。で、次は、やほど先生が次の治療の話をするということは、先生が次の治療が必要になるかもしれないと思い出した時なので、そのタイミングで聞かれるのが一番いいと思います。 タイミングについて詳しくありがとうございます。あの、ポイントとしては、えー、例えば、他の治療ないですかとか、検査してくれないですかっていう言葉だけではなくて、なんでこういうふうに思っているかっていうことを述べた上で、えー、こうしてほしいんですって、なぜならばこう思うからということが大事ということですね、はい。そうですね。あと、先生に、この、お聞きするときも、そのタイミング。 再生検をしたり、次の遺伝子検査をするタイミングって、どういう時でしょうっていうふうなことを先生にお聞きするといいかもしれません。なるほど、そうですね。あの私の場合は、次、そういった検査をする場合はいつになりますかねっていうような、そんなこともいい聞き方かもしれないですね。そうですね ありがとうございます。あの、本セミナーでは、肺外以外の方も、あの、ご視聴されている方がいるのではないのかなと思うんですが、先生、わかる範囲にはなるかもしれませんが、肺外以外の方でも、こういった遺伝子検査やってくださいとかですね、そういうことって聞いてもいいのかとか、また、その辺のタイミングとか、眼種によっても違うかもしれませんが、何か先生、お伝えできることはありますかはい。眼臭っていうかですね、例えば、胃がんだとか、 大腸がんだ、膵臓がんだ、乳がんだということで、治療方針が大きく変わってますので、タイミングということがすべて一緒ではないということは理解していただいた上でお話ししたいと思うんですが、それぞれの臓器によってどのタイミングで遺伝子検査をするかというのは、大体臓器ごとに決まっておりますが、1、まあ、つの権利として包括的、網羅的ながん下のプロファイル検査というものは、すべての 固形がんの方、固形がんというのは、胃がんでも大腸がんでも乳がんでも固形がんというんですが、には検査をする権利があるというか、保険適用があります。が、その検査を受けるべきかどうかということは、どのがんにおいても起こりうることだというふうに思います。タイミングとしては、先生が治療法がだいたいこういう治療でというものが終わるよというようなところで、 えっと、こういう可能性、がんの遺伝子を網羅的に調べる方法があるって聞いたんですけど、私はいつできますかねみたいなことを聞いていいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。あの先ほども出た、少し魔法の言葉というか、まんべんなく使えそうな、その私の検査タイミングがいつぐらいがいいですかというような聞き方は、うん、肺がん以外の方でも使えるかもしれないですね。そうですね、がん横断的に先生とお話しする上において、自分の治療、 自分の検査がどのタイミングで来るのかというようなことの聞き方は何してください、これしてくださいよりもドクター側も話しやすいんじゃないかなと思います先生側のこういった本音みたいな部分もですね合わせて聞けるのはとても貴重なことだなと思っておりますはい、あのとても参考になるのではないかなと思います先生、この質問について何か他に加えてお伝えできることはありますかはい私の方でバッサリと 現在、オシメルチニブを使っておられる、タグリスセを使っておられるので、新しい分子治療薬が使用できないのかという疑問には、それはないですよというふうにお答えしてしまったんですが、もしこの治療がよく効いている場合に、他の治療に見移りする必要はないかなというふうなことを思います。例えば、走行率が8%しかないような分子標的治療薬、存在はしないんですが、 でもそれで効いてた場合に新たに15%効くっていうお薬がすぐ横で出てたよというような情報があっても効いてる人にとっては薬を切り替える意味は全くないんですね。このお薬が効かなくなった場合、効きそうになくなった場合に次のことが考えられると思います。現治療がまあ少し副作用を抱えてるという状況でも副作用をマネージメントする工夫をすることの方が大事で 今使っている治療薬を長く効かせてあげるということを考える方が次の治療を考えるよりも大事なことなんじゃないかなと思います。例えば副作用が少しきつい場合にたくさん休むと薬の効果って薄れてしまうけど少し量を減らして治療をするとか1日2回の薬を1回にしてみるとか2日に1回にしてみるとかそういうことでがんの制御ができるお薬もあります。でもこれはですね 患者さんが勝手にやっていいことではありません。ドクターとちょっと耐えられないような副作用がある場合に、どういうふうにマネージメントしていくかということを考えることが大事です。で、ドクターがですね、フルで飲んでて、で、ドクターに報告することなく薬を2日に1回にしてしまって効果がなくなった場合、 本当は効いてるものを聞いてないと判断してしまうことが、トータルで見える、全部の緑の長さで、この治療を受けている、効いてる治療を無駄にしてしまうことになります。ですから、この薬の加減というものは必ずドクターと話し合ってやっていただきたいと思いますし、今は多くの病院がですね、薬剤師の先生がついてくれたり、看護師の先生がついてくれたりとかしますので、できればドクター、薬剤師、看護師としっかり話し合って決めていただきたいと思います。 ただし、薬の使い方というのは、やはりドクターが知ってないと大変なことになります。薬剤師さんがこう言ったからこうしたということでは、あの、いい治療にはならないし、看護師さんがこうしようとしたからこうしたということでは、いい治療につながりません。ドクター、薬剤師、看護師、そして患者さんが全員が納得した形で、この副作用をコントロールしながら、効いているお薬を長く使えるようにしたらどうしたらいいかということを考えることが大事です。で、そういう意味でも、医療者との コミュニケーションをしっかり取りながらですね、せっかく効いている治療をどこまで長く継続できるかということを考えていただきたいと思います。江藤先生、ありがとうございます。あの、オンコロでも、あの、新しいお薬のニュース、記事とかを出すことがあって、やっぱりそういった情報を見られている方にとっては、新しい薬に身移りしたりとか、期待が持つ方いらっしゃると思うんですが、今使えている薬があるのであれば、それをしっかり長く使うということがとても重要であるということですね。うん そうですね、ちょっと古い概念ですけど、使い切るっていうことが大事で、今、人間が持っているお薬を、一つ一つを大事に、完璧に使い切っていくっていうことも、大事な治療の仕方の一つです。ありがとうございます。使い切るという言葉と、そこに合わせて、それをしていくために、医師とのコミュニケーションもとても大事ですねというお話だったかと思います、はいあの。場合によってはですね、ちょっと休んだ方が長く続けられるような治療もあります。 例えば、大腸がんの時は思い切って休む。そしてもう一度使い始めるなんてやり方をすることがあります。だからこれは願書ごとに少しずつ違うんですが、ぜひ医療者と二人三脚でですね、効いてる治療をどれだけ長く治療できるかというようなことを考えていただきたいと思います。ありがとうございます。それでは質問としてはこれが最後になります。質問3に移りたいと思います。現在、抗がん剤による治療を行っています。 主治医からは承認されている治療としては、このお薬が最後になるという説明を受けています。ゲノム検査を受けることによって、新しい治療が見つかる可能性があるという情報を見たのですが、私がその検査を受けるにはどうしたらよいでしょうかという質問で、こちらもですね、先生のあの、 質問2のところでも少し出てきましたかね。包括的な遺伝子検査とか、そういったようなキーワードとか、知見とかっていうことも出てきて、ここにも関係してくるのかなと思いますが、先生、こちらの質問の方の回答、解説をお願いいたします。はい。今、浜崎さんからお話があったように、2つの方法があるかなというふうに思います。標準治療法が終わった方に対して、知見という形で新薬を試すというような方法があります。 以前はですね、標準的治療法が終わった人を全てを対象にした薬の開発というものが行われていたんですが、最近では患者さんを絞った、絞るというのは遺伝子情報に基づいて治療を選ぶ、治験を選ぶという方法がとなれる傾向になってきています。とはいうものの、第一層試験とか、まだ広くどの がんに効くかって分かってないようなものにチャレンジしていくというものが一つの方法です。そのためにはですね、ダイソー試験をたくさんやっているような施設というところで治療を受ける必要があります。例えば大学病院ですとか、がんセンターというようなところで治療を受けている方は、すぐダイソー試験に入れる可能性はあるかと思います。ただし、その治験がやってない病院だったら、治験をやっている病院に移らなきゃいけないということがあります。2番目はですね、 また似たようなものですが、先ほど言いましたように、昔はみんなにやってたダイソー試験を遺伝子以上に絞ってやるというようなことが行われるようになってきました。で、その遺伝子以上を絞るという方法の一つとして、包括的がんゲノムプロファイル検査、CGP と呼ばれるものが保険で使われるようになりました。この CGP はたくさんの遺伝子を調べることができます。一度に。 その上で、今、日本で承認されているお薬、よく他の眼種に承認されているとか、そういうものが、ひょっとしたら有効かもしれないという情報が得られるかもしれないという検査を行っています。この検査はですね、一部の眼種を除いて、肉種などを除いた場合、標準的治療法が終わりそうだ、もしくは終わったという段階で検査するということになっています。で、その検査を受けるためにはですね、 がん拠点病院のように CGP ができる病院っていうものが限られています。全国で200ぐらいありますので、そういう病院を紹介してもらうっていうことが必要になります。ですから先生に包括的がんゲノムプロファイル検査を受けてみたいんだけど、どうしたら良いですかということをお聞きになったらいいかなと思います。ただしですね、包括的ながんゲノムプロファイル検査を行っても、この治療をした方がいいという提案が受けられる人っていうものは、 5から10%だということも理解していただけたらと思います。また、この分子標的治療薬が効く可能性がありますよということが言われたとしても、それが自費になったり、あとは知見があってたりなかったりというようなことがあるということも遺伝子異常があることが分かった。治療薬もこのような管理に存在するということが分かった。でも自分の眼種には適用されていないので、 自費で受けなきゃいけないとかいうようなことも発生するということは理解していただきたいと思います。また、極めて高額です。検査を受けるときに一部的にお金を払っていただきますが、検査を聞くときにお金をまた発生します。で、この検査は結果を聞くまでが検査という形になっていますので、決して途中で抜けられてしまうなんてことがあると、病院が大赤字になってしまうというような問題もはらんでいます。 なので、ちゃんとこの結果を聞くまでが検査だということが理解できた上で、この検査にトライしていただきたいと思います。瀬戸先生、ありがとうございます。 えー、まずこの質問に対する回答としては、こういったいわゆる先生の言葉で言うと包括的なガンゲノムプロファイリング検査、えー、CGP というお話でしたけれども、こちらの質問で言うゲノム検査はおそらくこのことを申し言ってるのかなと思いますが、その検査を受ける場合には、いろいろなリスクというかですね、 ちゃんと知っとかないといけない。事前に知っとくべきこと、必ずすりが見つかるわけではないとか、その可能性はすごく、まあ、高くはなかったり、または場合によっては自費がかかってしまうケースもあるというようなそういったいわゆる知っとくべきことがあるということが一つポイントかなということと、あとは今回のセミナーのテーマである先生とのコミュニケーションに関しては、受けられる施設が限られているということで、そういったところも含めて先生、私は受けるためには、 えどうすればいいでしょうかというような聞き方が先生、いいんでしょうかね。そしたら教えていただけるということですか。ね、CGP っていう言葉がまあ定着していると思いますので、CGP 検査を受けるために、私はどうしたらいいでしょうかということをお聞きになるといいかと思います。施設が提携ししてていいるるとところに行ってくださういいうような話もあるし 自分で調べてくださいとか言われるようだったら、相談窓口っていうのは大きい病院は大抵相談支援センターというところを持ってますので、そこに聞いてみるなんていう方法があるかと思います。なるほどですね。ここで一つ追加の質問なんですけれども、質問1の方であった。はい、ちょっとだけ映しますね。こちらで言っていた、はい、遺伝子検査。 ね、EGFR とか ARC という、すでに承認されているお薬を使う検査のお話が出てきていましたけれども、そういう遺伝子検査と、今言われている包括的ながん、ゲノムプロファイリング検査っていうのの違いがちょっといまいちわからないなというような声も聞くんですが、先生、もしよろしければ解説の方お願いします。はい かりました。質問1にあったように、一番最初の治療を決める、二番目の治療を決めるということで行う遺伝子検査というものは、コンパニオン診断薬と呼ばれるものであって、最初の治療を決定するというようなものに使われます。ですから、調べる遺伝子の数もそんなに多くないということです。薬につながる必要最低限の検査で十分かというような遺伝子検査が最初に行われます。 で包括的とか網羅的っていう言葉が使われるんですが CGP の場合は癌で人間で起こり得る遺伝子変異をできるだけ広く拾って何か異常が見つからないかということを調べるという検査であります。ありがとうございます。 追加でさらに先生、あの、ここはですね、興味のある、えー、領域のようでして、どうやらですね、もうちょっとこれは、あの、保険の中では最後の薬とか、その一歩手前でしか保険では使えないよっていう先生のご説明があったと思うんですが、いやいや、もっと早く受けたいんだよとか、なんか調べると、自費で、えー、受ける似たような検査があるんだよという声があるんですが、そこのあたりについて先生何かコメントとかはできますでしょうか 眼種によってはですね、比較的早く検査できるのと、もうしばらく待っていただけると、もっと早く検査できるようになるだろうと、保険でできるようになろうというふうに考えられています。じゃあ、自費で行う検査をやったときに、その検査がどのくらい科学的に事実を反映しているかということがわからないということがあります。 もう一つはですね、この網羅的癌ゲノムプロファイル検査は結果を聞くまでが検査ですというお話をしたと思うんですが、実は検査することだけには意味がないんですね。出てきた検査をですね、機械がこういう遺伝子変異がありますというものを出してきます。それに対して莫大なデータベースをもとに、この遺伝子異常が意味があるかどうかということを、まず機械でやるんですね。アノテーションというようなことが起こります。 その上でエキスパートパネルというような呼,ば呼び方をしてるんですが、ゲノム情報の専門家、そして医師、薬剤師、そして場合によってはですね、遺伝カウンセラーの方とかが話し合った上で治療を遺伝子異常がこの人にとって一番大事な遺伝子異常って何なのか、で、それにヒットするお薬はあるのかということを検討した上で結果を返してるんですね。時期の検査はそういうプロセスを踏んでなくて、網羅的な 異常じゃないものも、異常じゃない遺伝子変異も、異常と遺伝子変異があるという形で返ってくる可能性があります。そこから先は自己判断ということになりますので、じゃあそういう治療、そういう検査が意味があるのかということを考えると、保険で認められている、そして専門家が複数で協議して答えが返ってくるというものを保険で受けられる方がいいと思います。遺品の検査と保険の検査で、 あの先生のお話の中でエキスパートパネルというような表現されてましたけれども、これはあの専門家がその検査の結果をさらに話し合うような場所ということですよね、先生。そうです。機械から出てきたものそのままじゃなくて、それがどういう臨床的な意味があるのかということをみんなで話し合った上で、その上でこれがいいだろうと、これをお伝えしなければいけないというものをセレクトしてお出しするというものがエキスパートパネルです。なるほど おそらくほとんどの患者さんが、えっと、この検査に期待するというところは、新しいお薬にアクセスできるかだと思いますので、そこまでちゃんとその議論できるということが、まあ、お薬のアクセスよりしやすくなるというか、その検討を書いても重要なことであるということですかね、先生。はい。例えば、自費である検査で陽性になったよという場合でも、検査をやり直さなきゃいけない、エキスパートパネルをやらなきゃいけないということになります。 逆にですね、コンパニオン診断薬を、コンパニオン診断薬ということで遺伝子検査をしていると。そしてそれに基づいた治療が行われた。もしくは、その検査で全ての遺伝子が陰性だったと。遺伝子変異がなかったという人は、網羅的ンゲノムプロファイル検査、CGP を受けてはいけないかというと、それは違います。コンパニオン診断薬では見つけられなかった遺伝子変異が見つかって、 治療に繋がったというケースもたくさん出てきています。また、新たな遺伝子変異というものが、CGP で初めてわかるという場合もあります。それに適した治療がある可能性もあるので、コンパニオン診断薬、治療の開始に遺伝子変異検査を受けた人でも、網羅的ガンのノンフラハイルを受けてみるっていうのは一つの手だと思います。 ありがとうございます。あの、こちら、の途中で出ていた知見の話なんですけれども、あの、もちろん、その、承認されているお薬があって、まあ、それをコンパニオン診断で、えー、あのちゃんと診断されて、異常が認められれば使えると思うんですが、今、この世の中で承認されている薬がないけれども、遺伝子異常が見つかったよって言ったときには、一つ候補として、研究が 進んでいるような遺伝子変異であれば、その知見にチャレンジできる可能性があるというような形になるということで、ね、先生、よろしかったですかねそう,そうですね。えっと、この遺伝子変異に対する知見が、どこの病院で行われているのでというような情報までは、者さんに届きます。なので、このゲノム検査っていう、その包括的ながん、えー、ゲノムプロファイリング検査については、その知見の可能性も含めてですね、その探索的に調べるような検査であるということになると思います。 ありがとうございます。先生、この質問さんもそろそろ終わりになってきますが、先生の方から何か追加で、えー、お答えできること、えー、コメントありますでしょうかいえ、質問さんに関しましては、すべて、あの、話したいことは話したと思います。ありがとうございます。以上で、本日のセミナーの質問1から3は終了となります。本日も非常にですね、わかりやすい説明、解説をいただいたのではないでしょうか。 で、中にはですね、少し専門的な言葉も出てきたかなと思いますが、えー、こちらの動画はですね、繰り返し見ていただけますし、またですね、このオンコロプレミアではですね、より詳しい解説動画の方も別でたくさんご用意しておりますので、よろしければそちらを見ていただくことで、より理解が増すのではないかなと思いますので、そちらの方もよろしければご視聴ください。 では、そろそろクロージングに入りたいと思いますが、最後に瀬戸先生から視聴者の皆様へメッセージの方をお願いいたします。はい、ありがとうございます。最後までご拝聴いただきましてありがとうございます。最後に2つポイントをお話ししたいと思います。1つはですね、このガンゲノム遺伝子異常を調べることができるようになり、かつそれに対するお薬が出てきて、飛躍的にですね、患者さんのクオリティオブライフが回転し、生存が伸びています。 ですから、できるだけ、がん遺伝子情報ですね。遺伝子の情報を取るということを努めていただきたいと思っています。2番目はですね、サブタイトルでありました、コミュニケーションです。ドクターも医者です。で患者さんが主治医だから私に尽くして当然だろうというふうな方もおられると思いますが、相手も人間です。疲れている時もあります。 また、次の患者さんがたくさん待っている状況で、そのタイミングであなたに時間を割けない場合があります。これを解決する方法を一つしっかり覚えておいてほしいと思います。先生のあなたに使える時間をブックする。ブックするというのは予約するということですね。先生、どっかのタイミングで私、時間を取ってお話ししていただきたいんですけど、どっかいいタイミングがありますかというようなこと。 外来の一番最後に来て待っても構わないので家族と一緒に話を聞きたいですという予約を取る。そのくらいの心の余裕を持つことと、たくさん診察室まで待たれたと思うんですけど、その後ろにはまたたくさん患者さんが待っておられますので、その患者さんに対する配慮というものを持った上で自分の情報を主治医からしっかり聞けるということが大事なんじゃないかなと思います。ですから会話というものはお互いが リラックスした状態でやるのが一番いいので、その時間を確保するということが大事だということを、まあ、医療従事者には私は言ってますけど、患者さんにも言いたいなと思っております。瀬戸先生、ありがとうございました。以上でオンコロプレミア特別セミナー企画、癌治療におけるコミュニケーションを考える、遺伝子検査における疑問を解決、セミナーを終了したいと思います。ご説聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。